一号は池田博美選手の話を伺います優勝戦進出おめでとうございますなかなか見応えのあるデッドヒートを制してという形だったんですが、えー、モーター33号機なんですけれども今の段階での手応えどんな仕上がりになってますかえっと、まあ、悪くないですね乗りやすかったし、はいうん、じゃあ優勝に向けてはもう特に大きなことはせず、まあ、あの継続してプロペラだけです、うん、お天気がちょっとあの回復してただ気温は一応14度ぐらいという、ね、予報にはなっていますがその辺どうですか 14度だったら今日ぐらいなので、うんはい、あと湿気取れて、どうかなっていう感じですよねそうですか、はい、じゃあその辺を調整しながらという形ですね、はいはい、スタートタイミング、今日はコンマ1球だったんですが、今、ちょっと行き足が悪くて、うん、で思い切り行けなかったんですけど、あ、うん、日湿気が取れるんで、大丈夫じゃないかと思いますなるほど、はい、さあ、えー、ポールポジションになりましたんで、それでは最後にファンの皆様に意気込みをお願いいたします。 1>, えっと、1号艇が回ってきたので絶対逃げたいと思います。